はい、そういった形でですね、聖帝サウザン、聖帝十字路をこうね、遠巻きにラオウがこう、ちょっと偵察に来てたんですね。ラオウも警戒するというような、聖帝サウザン。で、まあね、ラオウはこう、聖帝よ、今のうちに走るがいいと。俺はまた帰ってくるっていうような言葉を、放って、退却していく。まあ、偵察に来てただけということですね。はい。そうですね。はい。はい。で、こう、その中、舞台はこう、ある一家のところへね、こう、スポットライトが当たりまして、ね、親子がこう逃げていきます。ね。誰かに、聖帝の手下たちを追われているような描写。ね。その中、こう、ね、要は子供をこう、聖帝正規軍に入れるというようなことをしてたんか。子供を労働力として、サウザンは使ってた。うんそうですね。大人は反逆するけど、うん、子供は従順だみたいな理屈で。確かに。で、そのサウザーの軍に入りたい奴らが、子供をさらって、こう、宮城側にサウザーの軍に入れてくださいみたいな。で、その親子の、まあ、子供をまたこう、さらっていくっていうようなことをしてるんですけど、でも、実は隠れてる子供がいると。ね、こう床下をこう開けると子供たちが隠れてるんですね。はい。まあこれはね、ちょっと、まあ、許してたかとね、お前をこうやって犠牲にしないと他の子供たちがっていうような、こう、切羽詰まってる状況なわけですよ。全部を全部助けることはできひんけれども、ね、こう、かくまってる子供たちもいるというようなところで、実は、ね、また敵がおったんですね、実は。まだおんのかみたいな、子供を隠してんのかみたいな形で、その隠れた子供たちも、奪っていこうとします。はい。で、そんな中、また現れました、ケンシロウ。ケンシロウが、さらわれていく子供たちを、ね、のところにケンシロウが現れて、はい。もうちょい早く来れたら、最初の一人目も助けられたのにな。そうですね、ちょっとそこは、ね、あれですけれども。まあそういう形で、ケンシロウはまたそのね、この、聖帝軍の敵をね、あったーという形でですね、一周します。はい。その中、その後、ケンシロウ、ね、そういうような形で憲法でこう、この敵を倒して、なんか、わーってびっくりするんですけれども、このね、あの子供たちが助かって、ね、恐れることはないと、もう大丈夫だという形で、で、そこにですね、ケンシロウがね、聖帝とは何者だっていう子たち、なんかまあ、風の噂を聞きつけたってことなんですかね、これ、ケンシロウは。どういう、あれで、その場にたどり着いたのか、ちょっと不明です、ね。で、聖帝とは、それはですね、聖帝とは、あの世紀末、ね、覇者、剣王すら戦うのを避けた男、要するに、偵察に来たっていうのはそういうことですからね、あの剣王がね、慎重にサウザーの動向を見守っているというような状況。ね。で、そんな中、ケンシロウはね、このサウザーの、聖帝軍になんか囲まれたりしている状況ですよね、うん。周りを囲まれた。で、貴様がケンシロウだなと。まあ、ケンシロウという噂も、聖帝軍にこう、やっぱり名前はね、知れ渡っているということですね。で、そしてこうね、矢を向けられる。で俺に矢を向けても意味ないぞっていうようなところのやりとりの中、どっかから矢が飛んでくるわけですね。ケンシロウに矢を向けてる、この、敵。で、誰だという形でパッと見ると、なんだ貴様という形で敵が見ると、登場しました。なんとこう、その敵を手刀でフェフェフェとね、こう切り裂く。で、これは南斗聖剣という形でケンシロウがびっくりするんです。そして南斗乱れるとき北斗現るというが、で、ケンシロウはこういうわけですよ。お前は目が見えるのか。で、顔を見るとですね、その男。ちょっと目がね、目をこう切り裂いたような。そうなんです。傷跡がある。はい。で、お前は目が見えるのかと言われて、その男の返す言葉。ね、されど心の目は開いておると。私は南斗六星剣の一人。なんと、白露剣の衆。ここで衆が出てくる。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。